はい、ベラトール295ハワイ大会、まずはパンクラスウェルター級チャンピオンの菊入正幸選手のデビュー戦。対戦相手はロシアのアレクセイ・シュルケビッチ選手。ここまで13勝5敗、菊入選手と同じストライカーで13のうち9つの KO 勝利を持ち、この一つ前で負けたものの、それまで6連勝を誇っております。1ラウンド、菊入選手のカーフ、シュルケビッチ選手のパンチをかわし、入ってきたところに左フックを合わせ、一瞬腰が落ちる。しかしここで組みつき難を逃れ、逆に肘フックを当てて1ラウンドを終了。2ラウンド、菊入選手スタンドの展開で三日月を決め、左ジャブからの左ストレート、これがシュルケビッチ選手に見事に入りまして、失神ダウン、菊入選手の KO 勝利となりました。結構軽く打ったパンチに見えますね。思いっきり大振りというわけではなくて。イエーイ。試合後、応援してくれた皆様ありがとうございましたとツイートしております。菊入選手はパンクラスウェルター級なので、木下優作選手と同じ団体にいてやっていた可能性もあると思うと、ちょっと見てみたい気持ちもありますよね。そしてセミメイン、渡辺香菜選手 VS ランキング3位のイリマ・レイ・マクファーレン選手。1ラウンド、スタンドの展開、ガードを固める渡辺香菜選手。しかしマクファーレン選手がそこ右のショートで捉える。渡辺選手組に行き、ケージに押し込める。そこからバックへ。しかしマクファーレン選手逃れる。しかし渡辺香菜選手、柔道仕込みの足技でテイクダウン成功。腕十字がいいが逃れられ、会場からはマクファーレン選手に歓声。スタンドに戻り、マクファーレン選手のパンチが渡辺香菜選手に刺さる。渡辺香菜選手右目あたりから出血。残り30秒、渡辺香菜選手がテイクダウン。その後引き込んだところで1ラウンドを終了。そして2ラウンド、渡辺香菜選手シングルレッグでケージに押し込め、小外刈りでこかす。渡辺香菜選手しつこくグラウンド。マクファーレン選手が渡辺香菜選手の頭を抱える場面があるも、それを抜きサイドに回り抑え込み、パウンド。ラウンド終了までトップキープして2ラウンドを終了。そして運命の第3ラウンド、マクファーレン選手のストレートに合わせ、渡辺香菜選手タイミングよくタックル。ケージに押し込めるも体を入れ替えられる。しかし払い腰でぶん投げてグラウンドへ。しかしマクファーレン選手立ち上がり、逆に渡辺香菜選手をケージに追いやるも、渡辺香菜選手再び投げてサイドポジションを取る。そこから肘、さらにバックへ回りマウント。立ち上がるもバックコントロール。しかし離れるマクファーレン選手、ここでも渡辺香菜選手タックル。シングルレッグでケージに追い込み、ここで攻防があり、マクファーレン選手はコツコツ打撃を当てる。体勢は変わらず、ここでゴング。渡辺香菜選手が最後にタックル入った時、観客席からはブーイングが上がっておりました。そればっかかよと。で、1ラウンドはマクファーレン選手ですね。 2,3 ラウンドは渡辺香菜選手にどう見ても見えるんですが、判定はどうなるか。1-1からラスト、なんとマクファーレン選手につきまして、渡辺香菜選手敗退となってしまいました。解説の川尻達也さんもそれはないだろうと落胆の表情。何よりも判定を聞いた瞬間のマクファーレン選手の顔が一番驚いていたように見えましたね。渡辺香菜選手と事前に対談などをしていた梅野源氏選手も、これはないだろ、 MMA 的にどうなの今回の判定、ハッシュタグジャッジは勉強した方がいいとツイートしております。そしてバンタム級グランプリ、我らが堀口恭司選手を倒して上がってきたパトリック・ミックス選手 VS 煽りまくりの問題児フィジカル強しのストッツ選手。ここなんと1ラウンド速攻でパトリック・ミックス選手がスタンドの攻防の中、スタッツ選手が見えていない真下からの膝を顎に決めまして、スタッツ選手失神ですぐ終わってしまいました。パトリック・ミックス選手の KO 勝利、誰が想像したでしょうか。これは今後繰り返し使われる映像になりそうです。パトリック・ミックス選手優勝、大喜びしておりました。